とりあえずだるま神社夜こんばんは。こんばんは、エヴァルビです。夜中になりました。昼に来てみた。だるま神社に再び、まあ、通称だるま神社、本当は白旗神社と言います。はい、だるま神社の鳥居です。鳥居まで来ました。よいしょ。もう照らさないと全く見えない。よいしょ。こんなとこだった。じゃあ敷居の中に、敷居の中に入ります。ここはその入ったら3分とはいられないほど怖い場所と言われてます。はい、昼間見た石碑ですね。ちょっと本当に足元しか見えないから、ああさすがにやっぱ夜真っ暗になると怖いですね。全然見えない。どうしよう。もうここ浮遊するおみこしが、この今私が歩いている境内までのこの通りを夜中に見えるっていう話なんですけど、とりあえず今そのおみこしのようなものは見えなくて真っ暗だし何の音もしない状態です。気温とかじゃなくてちょっと寒いですね。まあ、昼は割と地元の人も散歩というかハイキングをしたりする、まあ、森というか公園の一角なのである種とても気持ちのいい感じだったんですけど、夜はやっぱりこれだけ暗くて何もないと怖いですね。何メートルぐらいあるのかな。この鳥居じゃない鳥居から祠までのこの通り以外はもう全部森ですね。木が生い茂ってて、まあその祠の中に奉納されているだるまを使って呪術
まあ、呪いなんですかね。密教の儀式を行っていたとかで、だるま神社と呼ばれてるらしいんですけど。あ、来ましたね、昼に来てた廃屋。なんでこういうスポットになるとピントがおかしくなるんだろう。向こうに見えますね、ヤシオが。廃屋の中です。12畳ほどの和室です。ちょっと昼あまりにもうちのガッチュがこの建物を警戒していて登れなかったんですけど、ちょっと置いてきたんで一人で登ってみます。壊れたテレビとコザと、何なんですかねこれ、火鉢、ほうき、まあ、小さい小屋なんですけど、この横を歩くときもなんかすごい避けてたね。よいしょ。と昼間はこの建物を迂回してだるまが祀っていたっていう話のところまで行ったんですけど、ちょっとこの廃墟を横切って行ってみようと思います。なんかいる。暗いな。全然わかんない。調べた話ではこの中にやっぱだるまがあったみたいなんですね。その名前の由来になった。やっぱりでも、あ、こっち右側の扉がない。壊されちゃったのかな。昼も見たんですけど、ちょっと壊されたのか、その由来になっただるまっていうのは見つけられなかったです。ちょっと祠の中を写真を撮ってみたいと思います。ん？あ、100円が落ちてる。シャッターが降りない。この心霊スポットに置かれた100円玉っていうのは、おー、びっくりした。ほら、行くぞ。はい、毎回のことなんですけど、夜中にこのポラの音を聞くと若干びっくりします。またピントが。よいしょ。これ後で検証用に。
ってあのあれこれ最初からあったっけ100円玉ちょっと取っときましょう。なんか悪い気がする。というわけでと社これ今後ろにあるんですけど、あの100円は置いて帰ります。私のではないので。誰かお参りしたのかな。ヒロは気づかなかったんですけど。じゃあちょっと周りを回ってみますね。足元に もやっとしたものを感じたんだけど、蜘蛛の巣かな。またピントが。なんだあれ、木？なんだろう、目印みたい。いや真っ暗だな。真っ暗ですね。もうなんだかんだ5分ぐらい経過してるんですけど、とりあえず大丈夫です。なんかちょいちょい木の音は、木の音というか私の耳には音が入るんだけど、何の音だろう。びっくりした。なんだ、動物？動物か。もう触ってないのにピントが勝手にブレるっていう心霊スポットでたまになる。カメラも毎回違うのに、なんで毎回こうボケちゃうのかな。うん、森ですね。せっかくなのでだるまを見れなかったのは残念ですけど。びっくりした。何？じゃあちょっと廃屋で撮っておこうかな。おみこしも現れなかったんですけど、参道取って帰ろうかな。じゃあプラをここで取ります。よいしょ。暗いな、何にも映んないかも。
ちょっと後で帰ほらびっくりした、自分の服だ。だるま神社でポラを撮ったので、その参道を通って、あの浮遊する空中に浮かぶおみこしが出るところを撮って帰りたいと思います。じゃあこれが昼間も通った廃屋のところですね。ちょうどあの鳥居があるところは道路に街灯があるので見えるかな、うっすら光って見えるんですけど、ズームしてもダメ？ダメっぽかったです。このおみこしが出る、おみこしが出るっていうのはまあおかしい話なんですけども、この世のものじゃないものが担ぐと言われるおみこしが通ると参道、まあ、実際この神社って本当に何に使われてたんですかね。ちょっと今回はもうすでにだるまがなくなっていたんですけど、そのだるまを使ってやっていたとされる儀式とか、本当にあの気になるとこではあるけど、個人的な感想としては、そのだるまが入ってたっていうこらよりは、あの手前にある管理人さんが昔住んでたのかもしれないんですけど、廃屋の方がなんか嫌な感じはしました。でもこの森自体が結構広い心霊スポットとして地元では有名みたいなんですけど、ピントが、あ、鳥居が見えてきました。旗なんだってなんですかね、これ。なんか一瞬人の声がしたような気がしたけど、大丈夫かな。なんか赤い紐巻いてますね。だるま神社を後にしたいと思います。びっくりした。うおー、ブーブー、なんだなんだ、びっくりした、なんだ。ちょっとだるまと浮遊する神輿が見れなかったのは残念なんですけど、
すごくこの場所自体は雰囲気があって、何か起こってもおかしくないっていう感じはしますね。あの、私の後ろが今ちょうど問題の鳥居の下から続く参道なんですけど、真っ暗で見えないですね。石の石碑が立っていて、まあ、歩道に出るともう街灯がついてるんですけど、ん？なんか音がした。びっくりした。何何、いや、なんだなんでもないか。ちょっと自然の音なのか何の音なのか分かんないんですけど、ちょっとやっぱこれだけ暗いとピクピクしちゃいますね。はい、散策は、だるま神社の散策終わりました。ありがとうございました。アイバルビでした。